ごきげんよう皆さん、貴族犬の華麗なる日々のコーナーです。皆さんはいかがお過ごし？はい、ということで皆さんご無沙汰しております。ここのお家に来て2年、そして頚椎ヘルニアになって間もなく1年経とうとしております。どうもどうも皆さん、その説はご心配おかけしまして、まあでもこんなに元気でやらせていただいております。応援してくれてるのも本当ね、皆さんには感謝感謝。うん、頑張ってる？あ、そうそうそう、頑張ってるわよ。いかに楽に生きるか、あれなんていうの、車椅子、歩行器っていうの、あれ作ってもらった時はさ、もうシャーってシャーってあらーって、やっぱりさ、いかに楽に生きるかって考えることは大事。楽に生きるために努力すればいいのよ。え？違うの？いつもお散歩してるとさ、みんな頑張れって応援してくださるの。まあ中にはね、あらかわいそうにって同情してくださる方とかいらっしゃるんだけど、うちの飼い主みたいにあーとか言っちゃダメよ。いい？ここで大事なポイント、言葉に意味はない。どっかね、みんな共感とか共通点とか探したいわけよ。でそれで言ってるだけの話、そんなんでいちいちイライラしちゃダメよ。もう私の中でさ、お年寄りが今熱くて、お話ししてみるとみんな面白いのよ。この間会ったおばあさんなんかさ、ほれもっと頑張んなさいよ、お父さんも初ずねだよ。そっか、初ずねかってなっちゃうわよね。あとさ、この間会ったおじいさん、おお、俺と同じおむつだ。共通点そこ、評価ってそこって思っちゃうよね。でもね、同じおむつ履いてる年頑張ろうぜって感じだったわね。お話ししてみるとみんないい人なの、面白いし。そうそう、悪い人なんていないの。でもね、ここでワンポイント、お年寄りはお話が好き。ついつい盛り上がっちゃって長話になっちゃうからね、みんな上手なスルースキルを身につけるといいわ。私もほら、いろいろ忙しいから YouTube 更新できないのよ。じいじもいい年だから毎日お散歩でリハビリしなきゃいけないでしょ。飼い主もさ、こうしてたまには海に連れてきてストレス発散させないと、問題行動を起こしたら大変でしょ。だからね、 YouTube はなかなか更新できないんだけれども、普段の私は Instagram の方でやってるわ。まだフォローしてない方、ぜひフォローしてちょうだいね。それでは皆さん、貴族犬の華麗なる日々でした。ちょ、何を？いや、もういい、いいわ、いいわ、海はもういい、一人。